眼科医の平松です。今日はいただいた質問で、ルテインを摂取することで緑内障の予防効果はありますかっていうご質問をいただいたんでお答えしようと思います。結論を言うと、バッチリ予防しますとは言えないけれども、摂取するのは悪くないかなみたいな、そんな感じのニュアンスって思っていただければと思います。なぜかというと、ルテインは緑内障に特有の栄養成分っていうよりは、目にとっていい栄養成分っていう、どちらかっていうとそういうイメージと思ってください。もちろんルテインが目にとっていいっていう研究結果もたくさんあるので、ルテインの、動画もちょっと見ていただければと思うんですけど、そんな感じなんですよ。だからこそ、なんていうか、これ取っときゃ予防できるよとか言えるほどの予防にはならない。例えば糖尿病にならないために食事制限しとくといいよって、これはね、かなりの予防になるわけじゃないですか。そういうのに比べると、プラスにはなるかなぐらいな印象なので、だからそのためにルテインのサプリ買わなきゃとか、無理やり食事変えなきゃとか、そこまでは気にしなくていいかなっていうふうに思います。こんな感じでちょっとした疑問質問ありましたらお答えしていきますので、チャンネル登録、ベルマーク、そしてコメント欄にコメント、ぜひぜひよろしくお願いします。